おはようございます。ジレッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。首痛いね、首痛いんだけど、なんかさ、あれね、起きた時にグーって伸びしちゃうのよ。その時になんか首を変な方向にひねったんかな。首痛くて仕方ないわいや、寝違えたんかな。寝違えた可能性もなきにしもあらずやけどね首痛い。こういう日ってさ、なんかね、僕やっぱスマホ首、一回なんか首の整体ってぐらい入院してる、入院じゃねえわ、通院や。整体にさ、通ってた時期あるでさ、スマホ首ね、ストレートネックって言うんですよ、こういうの。ゲームばっかりやってると前かがみになるからみたいな。それがね、やっぱね。うん、だから首は大事だよ。うん。というわけで、今回はそれでパーティー考えてます。行ってみよう。本日はね、竜神の三神器を使います。竜神王の剣、竜神王の盾、竜神王の鎧という竜神の三神器でいきたいと思います。職業戦士になります。はい、行きましょうか。まさかね、竜神の三神器ということでドラゴンテストレに変わります。音はブリザードマンとズシオマルというねまた珍妙なパーティーになりましたよこれよっしゃ。というわけでですね、今回ね、このパーティー、まあ共通点がね、もうすでに、まあ分かる方は分かるんですけど、ブリザードマン、ズシオマル、そしてこの竜神の三飛王、今、この状況下でですね、全体攻撃しかありません。単体攻撃が一つもないんです、このパーティー。ということで、ということでこちらです、使うワードは。ロトの紋章。そう。全部全体攻撃ということで、ロトの紋章との相性がすごくいいんですよ。そしてこの氷の呪縛、いけ氷の霊気が、おいーそれはあかん。追加攻撃もない。ちょっと待てや、ちょっと待てや、今のは追加攻撃発生するところでしょうが。まあまあまあ、元カスがブリザードマンならいいかな、うん、ブリザードマンならいいや。そこは追加攻撃発動しなきゃいけないところでしょうが。2体だったな。でも2体でもとりあえず追加攻撃、ロトの紋章パッて発動するところ、ロトの紋章のさ、今テロップ出してんだよ多分。ロトの紋章の効果をテロップ出してんのにさ、効果発動してないじゃん。来た、火炎劇。この火炎劇で強力な火の技、もうミスって初め結構ミスので、おー、そう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 、そういうこと、そういうことね。てか火炎劇出る前ミスがだいぶ早く出とったぞ着弾する前からミス出とったぞ。まあ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 、魔法飛んだろうが何だろうが関係ないですよ。まあ、それは関係ないね。俺にとってはね。さあ、ズシオマル、どちらも全体攻撃。雷神波いきます。いいね。弱点取れるよ。で、トドロク、ようやく全員当たった。もう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、お前。ちょっと待ってよ、お前。ちょっと待ってくれる？ちょっと待って。いくらなんでもさ、ロタの紋章の、勢い悪すぎじゃないか。ロトの紋章いくらなんでも発動 しなさすぎじゃないか。ちょっと待って、お前やってんな。よし、首痛くてもなんとかなった。あ、首痛くてもいけた、よかった。首痛くてもいけたわ。つばぜり勝ったからこれでもう勇気巻きはねえからな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 。うん。もうロトの紋章使ったからもう終わりです、僕。にゃー、うわっアルゴリザートのくせに。アルゴリザートのくせにメラミー生意気だわ、300出すのは。こいつバカだか魔法トーンしたところしょうがないで。魔法トーンしたところだってしょうがないぞ、お前。大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だ、大丈夫だ。このターンに普通にもう耐えるだけよ。戦士のいいとこっていうのは、ちょっとちょっとちょ、ちょ待てや、お前ら。ちょい待てや、お前ら。全体攻撃で2匹外す。どういうことや、このゲーム。ちょ待てや、お前。おいおい、また何、今日もやってんなが、やってんなって言えるのか、俺は。なんだなんだ、やってん、おいおいおい、これはやばいね、嫌な予感がしますね。コンピューやってんのか、見せてくれよ。うわ、やってるわ。それはやってる。それはやってる。何、お前褐色、何、褐色が好きなのかな。
寿司を丸褐色好きなのか。おいおい、やってんなお前。おい、それはやってるよ。おい、何、つばぜり合いに勝ったのに勇気負けするこれあるよ。つばぜり合いに勝ったのに勇気負けするこれあるよ。つばぜり合いに勝ったのに勇気負けするこれあるよ。待って、これありえるんじゃね。つばぜり合い勝ったのにさ、コンピの勇気補正が高すぎるせいでさ、なんかつばぜり合い勝ったのに勇気負けしましたとかいうふざけた理由で負けんの俺もしかして。それはちょっと違うじゃん。ゲームが違うよ。ゲームが違う。嫌な予感がする。それありえそう。なんかこれありえるぞ。このパターンありえるな。なんて、おかしくない？ほら見て。おお、勇気一生おかしいよ。勇気一生おかしいんだよ、このターンに。おかしいじゃん。お前それはおかしい。自分でやっておかしいと思わないの？コンピも思わないの？なんかさ、自分でさ、おかしいと思わないの？コンピも。なんでこんなに勇気俺溜まってんだろうみたいに思わないの？君も。おかしいだろ、その勇気の溜まり方は。コンピやってるわ。これ、勇気一緒だけど。で、つばぜり合いに負け、つばぜり合いで2ターン分の勇気をさ、俺勝ったのにさ、なんで、こんなことやってるおい、嘘だろ。お前、ロトラ申し訳聞かねえわね。何やってんの？やってるぞ、これ。これやってます。これやってます。コンピやってます、これは。これはコンピやってますわ。ちょっと待って。ちょっと待てや、お前ら。マジでちょっと待ってくれや。なになに、どういうことなの、君たち。君たち、ちょっと待って。それはどういうことなのどういうことなの、その2体避けられるっていうのは。全体攻撃が2体避けられるって、もう珍事だよ、正直。いくらなんでも珍事だよ、全体攻撃2体避けられるのは。いけ、ようやく全員当たった。ドラゴンデストロイ、ようやくできますよ、これ。これが強いんだよね。これ全体攻撃で、必ず誰か避けるんじゃねえよ。必ず誰か避けるんじゃねえよ。来た来た来た、これ。あの、時々ね、攻撃した後にね、スーパーハイテンションになる。時々だから確実ではないんですけど。だからスーパーハイテンションになるから、次の攻撃はさらに強いからね。にしても、お前相当やってるぞ、これは。やってるやってる。これはやってる。5ターン目で勇気たまんないのは相当な珍事だぞ、俺からしたら。おい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 。おい、なんだこれ、まさか？これ、このままだとありえますね。向こうの勇気たまりますもん、パッと見。え、つばぜり合い勝ったのに勇気負けしましたとかさ、ふざけた理由やめてくれる？それはやばいよ。おい、まさか？これまさか？え、これまさかあるんじゃねえか、ほんとに。ある意味動画の記録に残るぞ。あるな。あ、これ、これあるな。あ、これあるわ。これ、ねえ、これね、ちょっと待って、脅かすってそんなに効く技じゃないんけど。ね、そもそも脅かすって技がそんなに成功率高い技じゃないんだけど、君分かってる？自分で何言ってるか分かってんの？ねえ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 。自分でやってておかしいと思わないの、それ。2体避けてる？ねえねえ、おかしい、おかしいよ、ちょっと待って。お前それはおかしい。おい、お前それはやばいって。お前やっちゃいけないことしてるよ。お前それはやっちゃいけない。ねえ、つばぜり合いに、つばぜり合いに勝ったのにさ、つばぜり合いに勝ったのにさ、勇気負けするとかふざけてるよ、お前。お前、それはふざけてる。それはお前ふざけてる。ありえないもん。ちょっと待って、ありえない、お前。自分で言ってておかしいって思わない？ちょっと待って、お前自分で言ってておかしい。自分でやってて恥ずかしくねえのかよ、その乱数。こんなにいじりやがって。おかしいよ、お前。それはおかしい。これはひどいよ。勇気勝ちしたじゃん。勇気勝ちしたのにつばぜり合いに、なんかさ、なんかめっちゃみんな避けるし。お前、アルゴリザートはそんな避けるもんさ、ちゃうやろが、もう。どないなってんねん、このゲーム。そりゃ嫌われるわ、やっとる奴らに。お前、友達なくすぞ。勝負あり。いや、もうびっくりしたわ、さっきは。さっきはもう露骨すぎる出目操作食らったぞ。いや、いや、さっきのはもう露骨な出目操作だろ、あれ。もうびっくりですわ、もう。私もびっくり。もうあんなされたら俺もうびっくりだわ、もう。いくらなんでもあれはひどすぎるでしょ。なんだよ、あれ。なんだよ、あのクソゲーは。いくらなんでもめちゃくちゃだよ、あんなのね。うわっ、そうか、こいつ稲妻ライコーさん使ってくるんだったっけ。これで何、全員全体攻撃選んできたらもうまた攻め操作だよ。お前、人生ゲームのコンピューかってのおめえ。人生へのコンピューだぞ、お前。自分、コンピューはかなり、金額くつで6出てさ、で、自分たちがやると1から3ばっか出るっていうさ、クソゲーレビューになったぞ、お前。お前、このゲームクソゲーしないで頼むぞ、お前。行くぜ。あの一戦だけ見たらクソゲーだぞ。
あの一戦だけ見たらクソゲーになっちゃうからね。本当にもうびっくりだよ。てかお前らちゃんと全体攻撃選んでんな、こうして見ると。あ、でも避けてる、まあまあ避けてるかトントンか、避けてるかトントンです。はい、避けてるかトントンです。これに至っては何とも言いません。なんか来たわ、コンピューの近くへんとはね、当たります。あれ珍しいね、どうした、珍しいな。あいつはやってたわ、でもいくらなんでもひどかったぞ。はい、サミライ剣を打っていく。オッケー。さあ、ただね、この硬い装甲を打ち破るためにはね、基本的に物理攻撃とか特技に偏ってるので、このパーティー自体は。さあ、どうだ、スーパーハイテンション。まあ、とりあえず無知もこれね、さっきロトの猛暑はあんなクソ効果でしたけど、グリーンの猛暑も適応します。ブリザードマンが凍える吹雪持っちゃってるんで、ブリザードも凍える吹雪だと発動しないんですよね。だから氷の呪縛をブリザードマンが選んでくれるとでかい。さあ、無知の力でパワーアップ。さあ、なんでデンタサウスが先制するんだ、お前は。お前は先制できないだろ、基本的に。早えな、お前。ここでマヒルとかね。あー、ないか。で、グリーンガムがあるんでね、ズシオーマルはね、かなりいい働きしてくれるんですよ、これが。さあ、どうだ、グリーンガム。ん？こういうとこ、お、ナイスナイスナイス。そっちを選んでくるのでかいよ。さあ、これでね、グリーンガムのうちでね、もう一体ぐらいは止めれるでしょ。まあ、止まるでしょ。まあね、グリーンガムのうちの適応効果は 50% と言われております。なのでね、ここら辺でパチコリ決めていきたいと思います。はい、ほら、ほら、めっちゃ効いたもん。それはあんまりだわ。いや、別にそこまでは望んでないのよ。いや、別に俺そこまでで望んでなかったのよ。すごいことになってるけど。別にそこまで望んでなかったのよ。別にそういう、そこまでは望んでなかったんだけど、すごいことになったね、君たち。それはどうだ、望んでない。俺やってたわ。ごめん。それは俺やってるわ。さあ、スーパーハイテンションやっていこうぜ。スーパーハイテンションくん。このスーパーハイテンションがマジで強いな、やっぱ。一人だけスーパーハイテンション効果ってだけでも、なんかすげえ強そうに見えるわ。ライジンハガード 35? デンタサウルス。どういうことやねん、このゲーム。硬すぎるよ、デンタ。氷の呪縛だ。霊気を発して氷の呪縛。いいね。ゴルゴルとデンタが弱いしね。出た、素早さがあるやつ。ボミオスとかもあったけどさ、ケタピラーの。珍しいんだよな、氷の呪縛って素早さ下げる呪文って。めっちゃ珍しいわ。バギー、まあ。まあまあ、余裕でしょ。まあ。余裕ではない。近く変動でしょ。うん、ここで通行んでんだよ。見とってみ。コンピのデミソーサーから大丈夫。てか、2回目だしね。ね。これはまあ、しゃあないよ。しゃあないというか、まあ、まあ、デミソーサー的に絶対出るだろうなって思った。俺レベルやったらわかるよ。あ、でも確かにね、このゲームに至ってはね、あの、他に実況してる人いたんですけど、このデメ操作を露骨に食らってる人見たことあるわ。でね、おかしいでしょ、これって言ったら面白い人。今回はね、比較的まともな部類です。なんかマシな部類に収まってますね。はい。これ、サミダイケに勝ってたかもしんねえ、俺サミダイケなんだったら勝ってたかも。なんか。サミダイケなんだったら勝ってたわ。なんで俺、ライジンハイ選んだんだろうな。いや、ドラゴンデストレイがかなり強いな、こうして見ると。あ、強い。あ、サミライケに勝ってた。多分、ズショーマルのライジンハね、さっき、デンタ30でしょ、ゴルゴル80でしょ。で、主人公に、多分、ガードがあるから、その天空の盾の。多分、それでダメだわ。サミライケに勝ちだったら、プレミしてた、ベラベラ喋ってたらプレミしてました。全員当たりはもちろんいけるんですけど、ガードされます、これ。多分、見とってくださいよ。いきます。あ。ああ、うん。そうだろうな。まあ、このチームに関しては、この戦士のチーム、解説し忘れてましたけど、なんかコンピューの補正の話ばっかしてて。このチームに関してはですね、この戦士の、結構ね、2の後期に見たチームです。グリーンガムの無知、水のリング、炎のリングなどね、あの、強力な全体攻撃適用のスペシャルカード、それが出たことによって、ズシオマルとか戦士の、その、竜神の3秘宝、特に竜神の3秘宝は、主人公が唯一両方全体攻撃になるっていうのが竜神の最終表なんで、
これが来るまでは他の2体は全体攻撃できたけどみたいな感じだよね。そうだからね、そうロトのモンスターとかミスのリングの相性で見直されてるって感じがすごい、ズシオマルたちはね。はい、ただ問題はね、こういう武道とか相手にするともう多分無理なんですよ。メラゾーマに弱いもんなって、みんなあの、ただ主人公はね、メラゾーマ耐えれるようになってますよ。竜神のね、三神器つけてるから。ただ、ズシオマとブリザードマンが吹き飛びます。いきます、ドン、うわっ吹き飛んだ。てか、耐性持ってても160食らってんじゃん。ダメだよ、お前。もう、やっぱダメだよ、お前。あーはははキエサキピエロ賢い。キエサキピエロ賢すぎてダメだ。いけ、サミナリケンだ。はい、ワン、ツー、スリー。ほい、オッケー。あ、でも、ズシオマ強え。さすがに力の高さが裏切らねえな。さあ、ところにドースタルウォンデストロイでね。いや、ワンチャン削りきれるのかなと思ってさ、リングとか併用すればさ、削りきれるのかなと思ったけどさ、難しそうだね、これ、普通に。普通に難しそうですね。グリーンガムの鞭で止めた方がいいのだろうか。ね、グリーンガムの鞭が効けばね、バックアウトですよ。グリーンガムの鞭うまくいけば2ターン止めれますからね。こっちが先に止めて、相手が動いてまた止めるみたいな。それは普通にあり得るからね。もう最強 SP カードですよ、グリーンガムの鞭。もうストーモンは最強なんですよ、このゲーム。どういうことなの。ここで太ももの最強説をね、提唱したいと思います、私。私は太ももの最強説を提唱すると。ダメだ。あ、でも、警察機関がバカした。お、いいぞ。これでサミダルケンとか全員止めたらすごくない？ここで全員止められるよ。いきます。どうだ？なるほどね。まあ、でもさっきみたいにね、1体の攻撃で3体止めるみたいなことも、ね、十分あり得ますんで、はい。まだね、希望を捨ててはいけない。ここで武道を止めつつ、あの、ダメです。凍える吹雪では、グリーンガムの鞭不適用なんで、はい、ダメです。あんまり状況は好転しませんけど。あれ？なんかあんま状況好転してなくないですか？太ももって最強じゃないんですか？でね、超絶決戦ないの？バーバラと武道は超絶決戦発生じゃないです。おっと、ここで龍神の盾。さあ、ここでね、ここで現れる。現れますか、これ。火炎劇。さあ、グリーンガムの鞭の力を。いくぜ、グリーンガム！ミスんだけどね、ミス、グリーンガム、グリーンガム。あれ？俺さっきスペシャルカード使ったよね。あれ？俺さっきグリーンガム使った。あれ？おかしいな。俺使ったよね。あれ？俺グリーンガム使った。おかしいよね。所詮 50%! もうダメだ。もうこんなん早く、もうこんなんどうせさ、もう見えた勝負じゃん。もうこんなんもう見えた勝負じゃんか。もうここまで来たら見えた勝負じゃん。もう早送りだよ。早送りでもうさ、わかるんじゃん。てんじゃん、ゲマじゃん、ゲマと一緒じゃん、ヌワーってなんじゃん。なんだったんだこのチームは。あ、二度と使おうこのチーム。はい、というわけで今日はね、2後期に見たね、めちゃくちゃ強いチームということで有名なチームを使いました。ひどい目に遭いました。もう二度と使えません。二度と使えません。なんなのこれは。なんだこのゴミみたいなチームは。成功率はちょっと、ロトモンだろ、なんか、ね、うちだか知らねえけど、あと、コンピューの補正がやたら強かったんで、今日のサムネはそっちになると思います。コンピューのサムネ、ね、補正強すぎたんで、そっちがサムネになっちゃう。なんか、昔あったよね、なんかさ、有機人間ショートでやってんなって言ったんですよ。これやってんな。はい、というわけで今回これぐらいまで終わりたいと思います。あ、お疲れ様でした。